アイグアムルシアは、スペイン・カタルーニャ州タラゴナ県にあるムニシピオ。アルトカム郡に属する。自治体中心地区は、サンタス・クレウス地区。自治体公式名は、カタルーニャ語のアイグイミア社、カスティーリャ語は、アクセント符号のないアイグイミア社で、どちらもカナ表記はアイグアムルシアである。アイグアムルシアは、コマルカ内の自治体で最大の領域を持ち、パナデス地域とカムだ。 タラゴーな地域を分ける産地にある。北はカロルとプントンス、東はアルムンウェル、南はビラルドーナ、西はアルボンダルマンテーラーとアルプラダサンタ、マリーアの各自治体と隣接する。自治体名はかつての自治体の中心地区であったアイグアムルシア地区に由来する。この名称の中世形であるアクアマーシアは溜まった水を意味すると考える者も,もいるが、 別の文書ではこの地をデイナ・マーシアと名付けている。2012年のアイグアムルシアの人口は906人で、自治体内の8の地区に分散している。アイグアムルシアの経済は、カタルーニャの典型的な農家と小規模な集落によって、形成される典型的な農村経済で、主要な産業は農業と牧畜業である。かつて、ブドウネ・アブラムシによって、 生産量が減少したものの、ブドウ栽培が主要となっている。現在はブドウをふさごと他のマルカのワイン醸造所に売却することが主流になっている。以前はアーモンドや穀物栽培も盛んであったが、現在は下火となっている。人口の減少に伴い、自家用のわずかな土地を除き、多くの土地が工作放棄状態となっている。この10年で牧用が、 課金飼育や養豚と並んで盛んとなっている。自治体内には小学校が3校あり、ラスポブラス地区にはスポーツ施設がある。観光はあまり盛んとは言えないが、サンタスクレウス地区にあるサンタスクレウス修道院が名所となっている。ありがとうございます。